ただ例のような雨が少しの絶え間もなく降っておりまして、その中に風も時々吹き出すというような日が幾日も続くのでございますから、それで皆様のご心配が始まったものだと存じます。今度のように地の底までも通るような荒い氷が降ったり、雷鳴の静まらないことはこれまでにないことでございます。などという男の表情にも深刻な恐怖の色の見えるのも、源氏をより心細くさせた。こんなことでこの世は滅んでいくのではないかと源氏は思っていたが、その翌日からまた大風が吹いて潮が満ち、高く立つ波の音は岩も山も崩してしまうように響いた。雷鳴と電光の刺すことの激しくなったことは想像もできないほどである。この家へ雷が落ちそうにも近くなった。もう立地で物を見る人もなくなっていた。